勝山城は、現在の新潟県に問川市大麻一部にあった、日本の城。戦国時代、越後国の戦国大名上杉謙信、上杉影勝の二代を通じて、越後、越中の国境の要であった。安土桃山時代には、上杉影勝が越中から進行する、織田信長の軍からの防衛戦のようとして整備した、ことで知られる。当初の名を、落水城という。 城の歴史は古く、平安時代末期の自称、樹栄の乱時に、源の義仲の軍勢を阻止するべく、地元の豪族が築城したという意義がある。戦国時代になると、春日山城を本拠に越後を治めていた、上杉謙信が越中からの信仰を防御する、用として、落水城に家臣を配置し、防衛に当たらせた。謙信の死後、 上杉景勝の代になると、織田信長の家臣である、笹成政の軍が、上杉良信仰を狙い、ウオズ城、松倉城を攻略してきたため、継承は急遽、落水城を整備し、自国領の絶対国防戦の最後の砦とした。その際に、勝山城と名を改めた。1585年に、橋場秀吉が笹成政を滅ぼした際に、上杉景勝に会談を申し入れた。 これを受けて、上杉影勝は、腹心の名を得、金継ぐを伴い、勝山城で、橋場秀吉及びその家臣の石田三成と会談を行った。この時に橋場と上杉が同盟を結ぶ合意がなされたとされ、後世には、この会談を、落水名役と伝わっている。上杉影勝が1598年に、 越後春日山から合図百二十万国へ天宝となった際に廃城となった。現在は春日山の神社より誕生した祠が山頂に残っているのみである。ありがとうございます。